和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は2月15日に開催された南紀熊野ジオパークフェスタの模様を紹介。後半は子どもの読書活動を推進するボランティア活動と紀の国学びの教室について紹介します。紀の国21、前半は大地の成り立ちを学び人の暮らしとの関わりを実感するために開催する南紀熊野ジオパークフェスタについて紹介します。こちらをご覧ください。2月15日串本町立体育館と串本町文化センターで南紀熊野ジオパークフェスタが開催されました。まずは南紀熊野ジオパークセンターの藤野さんに今回のフェスタについて聞きました。南紀熊野ジオパークの魅力とかをですね、吉野熊野国立公園と協力しながら認知の向上を図ると、また地域の方々の理解とかですね、活動を促進させる目的で今回開催させていただいています。大体3つの要素に分かれておりまして、まずジオパークに関連した研究発表とかですがまず1つ、それとあとそのジオパークに関連したワークショップとかですね、あとその活動内容の紹介、あと地元の名産品とか地元食材を使った出店ブースですね、食品の提供というか、そういうのを3つの要素で構成されている出店ブースです。地元の今まで気づいていなかった点をですね、再発見してもらう、そういうところをぜひ見ていただきたいと思います。また地元で採れた食材とかそういうものを楽しんでもらえればと思います。会場の一つ串本町立体育館ではさまざまな展示がありました。地元バンドの演奏で始まったフェスタ、こちらは物産展です。地元の農林水産品や地場産品、お弁当やスイーツなどが販売されています。交流ブースではいろいろなジオ関連活動の PR が行われていました。また南紀熊野以外の地域で活動するジオパークの PR もありました。こちらの土佐清水ジオパーク構想の展示ブースでお話を伺いました。今回はソーダガツオっていうカツオのスープブロックっていうのを作ってまして、こちらの方をちょっと試飲と販売をいたしております。私たちジオガイドなので、地元のツーリズムジオのサイトをガイドしてもらっております。私たちとこの和歌山の皆様、南紀伊南の方とは非常に深い関係がありまして、でその伊南からの伝えで私たちはこの相談学校に行き着いたということで、もう本当に絆の深い和歌山ですので、毎年来させていただいております。11時間かかってきました。ぜひ土佐清水の方にも、ぜひ皆さん見てください。はい、地元串本小座高校の CGS 部の生徒が出している展示ブースが2つありました。それぞれどのような展示をしているのかを聞きました。僕たちが活動し所属している CGS のジオパーク班のやっている事件宿か岡宿会の展示を行っております。あと僕たちがこうやって活動成果をマリンチャレンジとかそういう大会に出て、こうやって岡宿会のことを全国に発信したりしています。これはですね、もう何年ものと続いてまして、これはおととしで、これは去年僕が一応参加した大会の、スライドのやつですよ。深澤町の
黒ニンニクとシニクを使ってキーマカレーを作ってそれを販売しています。普段は CGS 部といって地域包括的支援部っていうような部活なんですけど、それをまあボランティアやイベントなどに参加してもっと地域を活性化させていこうっていう活動をしてます。今黒ニンニクを使って万能ダレを作ってるんで、それを使用してイベントなどにもいろいろ出店してるので、またイベントに参加した際はお買い求めいただいたらすごく嬉しいです。パネル展示もありました。展示されているのはフォトコンテストの入賞作品や各種のポスターです。午後になり串本町文化センターではシンポジウムが開かれました。最初に田島勝正串本町長の挨拶、そしてフォトコンテスト入賞者の表彰式も行われました。最優秀賞に輝いた永谷博さんは次のように話しました。私はジオガイドをしておりまして、4年前にですねジオパークガイド、ニャンキクマゴのジオパークガイドの講習を受けたんですけれども、その時にいろいろ勉強しているうちに、全くこの地元でにいながらですね、何にも自然のことが分かってなくてですね、でカメラを片手にしてあちこち回っていく間にですね、いろんな写真がちょっと撮れてきて、でそれがすごく楽しくなってきまして、でそういう形でだんだんと写真にのめり込んでしまったというような形です。ですからこの南紀熊野ジオパークという、場所ですはもう非常にね素晴らしい自然いっぱいあるんです。ですから皆さんもぜひ足を運んでいただいて、その場で実際見ていただきたいなと、そういうふうに思っております。でこの度はどうもありがとうございました。続いて基調講演が行われました。テーマは南紀熊野ジオパークが語る日本列島の誕生です。講師は国立研究開発法人海洋研究開発機構顧問の平麻彦さんです。平さんの専門は海洋地質学、地球進化論です。1970年、東北大学理学部卒業後、高知大学、東京大学海洋研究所を経て、2019年9月より現職に、2007年にはプレート沈み込み帯における負荷作用の研究で、日本学士院賞を受賞しています。講演について、また南紀熊野ジオパークへの期待を伺いました。南紀ジオパークってその海岸ずっと歩くとすごくよくいろんな地層が見えるんですよね。で内陸に行くと今度はそれと水、谷、そういうような植物や動物とのそういう接点も見える。でそこに人間、人々が住んでいて、そういう岩と生物、植物、それと人間の営みっていうのが合体されて、そういうような一つのハーモニーを作ってるっていう場所っていうのは、そうある場所ではないですよ。その見え方がまた非常によく見えるので、僕は素晴らしい場所だ、皆さん素晴らしいところに住んでますねということを言いたかったというふうにも言うことができると思います。非常に広大な場所なので、その部分部分に全部歩くのは、まあ、基本的に不可能に何日もかかりますので、スポットとして皆さんがアクセスしやすいところをやっぱり取り上げて、そこにできるだけ来てもらって、そこから次のところに行きたいね、次のところに行きたいねっていうような、そういうようなルートの計画をもうちょっとしっかり作るといいんじゃないかなと、まあ、私もそういうことに、アドバイスしたいなというふうに思ってます。最後に県環境生活総務課自然環境室の岩崎さんに今後の事業展開、県民へのメッセージを聞きました。
ジオパークについてなんですけれど、最近本当に認知度の向上が結構進んできたなという感じがしまして、ジオパークの可能性というのがまあすごいなというのが実感しているところです。で、実際これからどう進んでいくかにつきましては、ジオパークセンターが去年7月にオープンしまして、でガイドさんの方とか地域住民の方々が本当にジオパークを愛しているなということが実感できまして、で、我々行政としても何らかの、お手伝いというか応援していかなければいけないと思うんですけれど、具体的にはやっぱりジオパークを活用した商品の開発、それは物だけじゃなくて旅行商品とかも含めて幅広くジオパークを活用した商品を開発してくれた業者さんや団体さんを表彰したりとか、県の広報誌で取り上げるとかして、少しでも応援できたらなと考えています。平先生の講演にもあったように、ジオパークで地域を元気にするっていうのが一つのキーワードかと思いますので、それを少しでも応援できていければなと思っております。本当に南紀熊野ジオパークは見どころのあるジオサイトの宝庫ですので、ぜひ一度ジオパークセンターに来ていただいて、そこで専門員やジオパークガイドの説明を聞いていただいて、ぜひ一度足を運んでいただきたいと思います。紀の国21、後半は生涯学習の推進に向けてと題してお送りします。まずは県教育委員会生涯学習課の印部さんに取り組みの概要を聞きました。生涯学習の推進については、子どもからご高齢の方まで誰もがさまざまな場所や機会を通じて行うあらゆる学習を支援しています。学校や家庭だけではなく、学びたい人がいつでも学べるように学習機会の充実に取り組んでいます。生涯学習の推進に向けた具体的な取り組みを2つ紹介しましょう。まずはリサイクル図書寄贈ボランティア活動です。こちらは和歌山市立鹿郷北小学校、去年10月から家庭で不要になった子ども向けの本をリユース本として学校に寄贈してもらう活動が行われています。鹿郷北小学校では保護者や地域の人たちが学校の図書室を整理するなど図書ボランティアとして活動しています。この日は子どもたちの登校時間に合わせてリユース本の受付を行いました。リユース本を寄贈したこちらの女性は、子どもが通う中学校で図書ボランティアの活動に取り組んでいるということです。子どもに読ませてあげたいなと思って昔買ってた本で、それが置いてあったので、はい、なかなか私も活用できてなかったので、ぜひなんか使っていただけたら嬉しいと、はい、思います。やっぱり読書する時間って自分と向き合う時間になりますし、やっぱりね、今データ、ネットとかでいろんな情報ありますが、たくさんの本から言葉を受け取ることでなんか心が豊かになるの違うかなと思って、それでなんかこうボランティアをし始めて、たまたまお友達と話したときにこの話を聞いて、そうしたら私も昔本あったんで何かないかと思って探させていただいた、はい、いろんなその本を読むことでなんかその時その時に感じることが違うと思うんですけど、何かやっぱり言葉ってすごく大事だと思うんで、何かその中の物語の内容よりもその言葉とか その力ですか、優しい気持ちとかそういう風なになんか巡り合っていただけたらなって、はい、思います。校舎2階にある鹿郷北小学校の図書室は図書ボランティアの皆さんによって整理されています。窓際や壁には可愛らしい飾り付けが施され、明るい雰囲気を作り出しています。図書室前の廊下には家庭から持ち寄られたリユース本を紹介する本棚があって、これも保護者の手作りです。この日寄贈されたリユース本は早速図書室に運び込まれ、子どもたちに貸し出すためのラベル貼りなどの作業が行われました。
小学2年生と4年生の子どもを持つ図書ボランティアの一人、平山さんにお話を伺いました。子どもがあまり本に興味がなかったので、私が活動することによって、まあ、親に習いじゃないですけども、同じように本に興味持って楽しく読んでもらったらいいかなと思って、今ではね、たくさん本読んだり、こう手に取ってこんな本借りたいとか、こんな本欲しいとかいう興味が湧いてきたので、まあ、それでボランティアさせてもらってよかったなと思っております。子どもたちが、ね、図書室に来てもらって、あと楽しい本を読んでもらったり、いや今日こんな本入ってるよとか、こんな本ありますかとか、自分たちでグループになって読んだりしてるのがすごく楽しそうで、生き生きしてていい傾向が見えたかなと思っています。家で眠っている本をみんなで分け合って楽しく本を読めるということがいいと思いますね。シカゴ北小学校の古田校長も図書ボランティアの皆さんの活動に期待を寄せています。学校として読書活動っていうのをとても推進しようと取り組んでます。ただ先生方はお忙しいので、十分図書室の整理であったりとか本を増やすっていうのはなかなか難しい状況なので、ボランティアの方お手伝いいただくっていうのはとても感謝してます。図書ボランティアの方からもっとたくさんの本を増やしたいな、リユース本っていう活動があるよっていう紹介していただいて、そしたらもう学校としてはとても願ったり叶ったりのことなので、一緒によろしくお願いしますっていうことで進めていきました。楽しいな、ワクワクするような図書館にしたいなと思っているので、本を増やせるっていうことでとてもありがたく思ってます。このたちは読書の楽しさっていうのを味わってもらいたいと思います。これからもっともっと読書が大切になってくると思うので、本の楽しさが分かるようになってもらったらと思ってます。障害学習の推進に向けたもう一つの取り組みが、紀の国学びの教室です。こちらは新宮市の県立新宮高校。新宮高校の教室を使って開校されている紀の国学びの教室の様子です。県では年齢や国籍に関係なく学べる機会を提供するため、県立の定時制・通信制高校に社会人を対象とした学び直し講座を今年度新たに開設しました。和歌山市の紀の国青雲高校、橋本市の伊都中央高校、田辺市の南紀高校、新宮市の新宮高校の4校で開校しています。このうち新宮高校では去年9月の開校以来、さまざまな事情で十分な義務教育を受けられなかった人や、日本語の支援が必要な外国籍の人たちが学んでいます。この日の講座では、生活に必要な優しい日本語の読み書きの授業が行われました。受講生は簡単な漢字の書き取りや読み方、使い方などを学習していました。はい、これは5つか5個5つ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 5
きのくに学びの教室とは、和歌山県に住んでいる15歳以上の社会人で学び直しがしたい人、日本語が不自由で生活に困っている人を対象に、中学校程度までの国語、数学、英語や生活に必要な読み書き、日本語などの講座を行っています。この教室をきっかけとして、学び直しをする方の生活での不自由がなくなったり、また新しいことへ挑戦することを通じて豊かな生活が送れるよう、これからも応援していきたいと思っております。また、
リサイクル図書寄贈ボランティア活動の詳しい内容につきましては県教育委員会障害学習課および県庁子ども未来課でお問い合わせいただくかホームページでもご覧いただけます。子どもたちの読書活動推進のためぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。ご紹介したリサイクル図書寄贈ボランティアについてのお問い合わせは県教育委員会障害学習課電話 073-441-3720 番ファックス 073-441-3724 番または県庁子ども未来課電話 073-441-2490 番ファックス 073-441-2491 番までお願いします。和歌山県教育委員会障害学習課のホームページでも情報が提供されています。また紀の国学びの教室についてのお問い合わせは県教育委員会障害学習課人権教育推進室電話 073-441-3719 番ファックス 073-441-3724 番で受け付けています。インターネットで紀の国学びの教室を検索してください。続いて和歌山県優良県産品プレミア和歌山の話題です。令和元年度のプレミア和歌山推奨品審査委員特別賞と奨励賞がこのほど決まりました。2月28日和歌山市のホテルで令和元年度プレミア和歌山推奨品の発表と内覧会が行われました。まず仁坂知事が67の事業者の73品目が新たにプレミア和歌山に認定されたことを発表しました。続いてプレミア和歌山推奨品審査委員会の残間理恵子委員長が審査委員特別賞と奨励賞を受賞した事業者に表彰状などを送りました。プレミア和歌山とは和歌山県内で生産・製造されたもの安心・安全を重視したもの和歌山らしさ・和歌山ならではのものなどの観点から優良な県産品を認定・推奨する制度で今回の認定で推奨品の累計は355事業者の622品目となりました。別の会場には新たにプレミア和歌山推奨品に認定された品々が並べられ事業者がそれぞれの製品をアピールしました。今回審査委員特別賞に選ばれたのは田辺市の太田商店の加工食品紀州南高梅ひつまぶし食べ合わせが悪いという言い伝えがあったうなぎと梅のコラボレーションが楽しめる一品です。審査委員奨励賞には6品目が選ばれました。白浜町の株式会社アーマリン近代がチョウザメの卵と岩塩のみで作った近代キャビア久戸山町の桑楽の柿の葉寿司はサバ、サケ、シイタケ、タイの4種類がプレミア和歌山に認定されこのうちシイタケが奨励賞を受賞しました。君野町の古田農園が海抜およそ400メートルの畑で栽培している小玉スイカ独り占めセブン収穫のシーズンではないため写真で紹介されました。和歌山市の特定非営利活動法人花坂のシトラスジャバラ果汁はジャバラの爽やかですっきりとした味わいが楽しめるということです。紀の川市の株式会社パーシモンが手掛けた柿の加工食品長寿柿地元で栽培された柿を使って無添加で仕上げられています。稲美町の川端ファームのネギのタバスコネギスコビルは自家製の唐辛子とネギで作られた和歌山産の新しい辛味調味料です。
プレミア和歌山はホームページで商品リストを見ることができるようになっていて、新たに認定された推奨品も今後ホームページに掲載されます。それでは県からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症が全国で拡大しています。感染予防のため、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などには石鹸やアルコール消毒液などによる手洗いを心がけましょう。また咳やくしゃみをするときは、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻を押さえるなど、咳エチケットを守りましょう。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間など、感染しやすい場所を避けてください。持病がある方、ご高齢の方は、より一層注意してください。県では、新型コロナウイルス感染症健康相談専用ダイヤルを設けています。健康に不安がある方は、県庁健康推進課の相談専用ダイヤル 073-441-2170 にご相談ください。土日祝日24時間対応しています。県内各保健所でも対応しています。電話でのご相談が難しい方は、ファックス 073-431-1010 をご利用ください。それでは今週のプレゼントです。今週はふりかけのりを3人の皆さんにプレゼントします。ではプレゼントクイズです。前半で紹介したのは1番セントラルパーク、2番ジオパーク、どちらでしょうか。ご希望の方ははがき、またはきのくに21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山きのくに21の係、ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。応募の際は必要事項をご記入ください。締め切りはどちらも3月18日水曜日必着です。では3月8日放送分のプレゼント、梅塩と七味唐辛子の当選者の発表です。クイズの正解は1番の就活でした。当選したのはご覧の方々です。おめでとうございました。きのくに21、来週は県経済の発展と県民生活への貢献を目指す県工業技術センターの取り組みと、2万点を超える音楽関係資料のコレクション南紀音楽文庫について紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。